学力やお金がない人ほど都会の微妙な次第に行くしかない地方の厳しい現実メンバー限定動画配信中あなたもメンバーになって限定動画を見よう首都圏や関西の方にはなかなか分かっていただけない地方の悲哀というのを感じていただこうと思います長野県長野東高校 偏差値50みんな国公立大学入りたいけど現実には受からないご覧の通り信州大ゼロ最も学校で成績の良い勉強のできる人がなんとか長野県立大や長野大や長野県看護大や諏は東京理科大に引っかかるこれがトップの人たちあとはまあ新潟大上越教育高知大秋田県立といったところに これがトップ層ですね。一番できる人が行く。で、マジョリティはどこ行くかということで、県内私立、東海大、神奈川大、大美林、北里、愛知学院というところがパッと目立ちますが、どうでしょう県や学校ごとに状況は違いますが、指定校バイキングで行くのか、私立も一般で行くのか。長野県のこのランクの高校の場合は、まだ私立は一般で行っていると思います。 長野東高校は、こういう状況ですが、やっぱり県内では進学校なんですね。4年生大学行って当たり前。で、短大も結構まだ人気があります。就職者は一桁ですから、基本は就職したくはありません。この層の高校生や保護者に対して、就職しろっていうふうに状況を知らない人が言うというのは、ありえない世界だというのは認識してください。で、専門学校は割と人気なんですが、いわゆるサブカルチャー系の うーん大丈夫かなという進路がないわけではない。地域的にもう1個下の長野南高校も、北高率入れる人はもはや1、えー、桁、あとは、えー、私立大学は指定校バイキング状態と。何かの間違いでとは言わないんですけど、たまに有名な大学入れる人がいないわけじゃないんですが、まあ、ほぼ全入私立大にこうばらまかれていく感じですね。で こういう高校も専門学校は多いけれど、就職はとても少ないです。ランクが上がってくるとどうなるでしょう長野東高校よりは上の長野西高校で、こうなってくると4大行って当たり前ですが、高校側としてはじゃんじゃん国公立行ってほしいのですが、現実的には国公立入れる人は40人、1クラスぐらい。 でみんな憧れ信州大、せいぜい10人、あとは、まあ、全国の入れそうな地方国公立、公立大で稼ぐ。幸い、長野県内に長野大、長野県立大などができてくれたおかげで、県立大学で数が稼げる。地方は公立大が必要なんだっていうのは、まさにこういうところですね。私立もみんながみんな総計なんてわけにはいかなくて、 まあ正直なところ、日東駒線ぐらいが中心の地元次第の、あとはまあ大東亜帝国的なみたいなところが多くなってくるわけですね。これが現実です。もう一個、高校のランクが上がるとどうでしょう。長野・吉田高校、偏差値58って思うかもしれませんが、もうこれが長野県長野市では。 トップの長野高校に次ぐ2番です。で、この長野吉田高校になると、さっきの長野西と違って、長野大や長野県立大で国公立荒稼ぎなんていうのはみっともないのでやりません。ちゃんとトップ大を目指す。ということで、信、えー、州大医学部、名古屋大、横国、千葉、一橋、千葉狙ってますね。金沢荒稼ぎという状況で、 国公立に名行きますがはい卒業生は229人ですから全員が国公立へ入れるわけではないこの長野市上位高校であってもただ私立も有名大学を目指す志向は強くって、えー、カンカン同立日東駒専より上には行ってくれ我々も行きたいみたいなオーラは感じる、えー、短大専門学校就職というのは非常に少ないという感じになってきます。 他の県はどうでしょう秋田県横手市、トップの横手高校さえ行けば、国公立に、まあ、6割、7割進学します。私立は2割、浪人が1割ぐらい、専門学校5人、就職ゼロ。トップ校はこれでいいんですが、えー、2番手なのか、大曲がりがあるから3番手なのか、秋田県立横手城南高校をご覧ください。国公立憧れても15人しか入れないし、 えー、秋田大大人東北大はいないなということでさっきの長野東と同様に北高率に入れるのはクラスの学年のトップエリートだけで現実には私立というわけでいわゆるマーチ・ニットコマ線的な生徒は東北学院へ行き、まあ、あとは各地の私立大学という感じで正直この長野や秋田から東京の高校生の倍のお金を親が出して東京の まあ、ニット駒線から大東亜帝国ぐらいに行くっていうのは、そう、コスパが悪い。国公立ならわかる。都会の私立に出してコスパが悪い。まあ、東北学院は仙台だからしょうがない。でも、東京の真ん中ぐらいの私立に行くのに、えー、1000万出したくないですよね。というのは、まあ、わからんでもない。だから、こういう地方では法律大学作ってほしくてたまらないわけです。 横手城南高校の場合は、えー、就職は少ないですこのようにで要は就職メインのもう一個下の高校があるんですよでそういう高校に比べたらはるかにプライドは高いですだから4年生大学に行きたい今やこの国ではこの層が4年生次第に行きたいというのを褒めることはできません公立大学が各県に激増してしまったのはまさにこのランクの高校が 県県立立大学を渇望しててるからなんですねさて島根県立浜田高校ですまあ名門旧姓中学地域トップ校のはずなんですが最近こうした地方高校も県立トップ校であっても少子化が劇的に進んでしまい多様な学力層が入るようになったんですね昔と違って。で また地域的にこういうところ地方都市ってこのいい大学を目指す普通科進学校以外だといきなり商業、工業、農業になるんですよでそっちだったら四大志向の人はこっちへ行くで浜田高校なんですがまだなんとか国公立合わせて100人は行ってます、えー、ただここ5クラス200人なんでそうは言っても国公立行く人は半分それとご覧の通り結局 島根大、島根県立大で荒稼ぎしてまして、いわゆる難関国公立というのはちょっと難しいかな。ただ、兄弟2人いってますね。そんなわけで、学力に幅はあるものの、地方のトップ高校に入れる人の中には、都会の高校生に負けない人はいる。早稲田、明治、受かってますね。同志社、立命、はい。すごいですね。だから、いける人はいける。地域の中学のすごいできる子みたいな人がこの高校入ってくれば。だから 都会にいいいいるるからいい大学入れるわけじゃないってことは分かりますねこれはまああの都会の人皆同じということで国公立が中心のトップ県立高校ですがまあそうは言っても次第に59人いってるでこういう流れでわかるとおり都会では中堅であんまり高く評価されていないようなその 日東駒線から大東亜帝国から参勤交流みたいなのは、都会の高校から見たらもっといい大学行けよってなるんですけど、地方高校にとっては大事な進学先であって、だから僕は逆に駒沢とか雪南とかに言いたいのは、地方から高い志を持って、都会の高校生の2倍のお金を払って、わざわざ来てくれる、秋田や長野や浜田から来てくれるっていう、そういう学生を大切にしてほしい、東海大学や神奈川大学は。 というのが私からのメッセージですね。という感じで、そもそも周りに名門私立大学がない県に生まれてしまったら、国公立でなければ都会の私立に行くしかないわけです。こ,れこういう地方の状況というものを知っていただいて、しかも今日紹介したような高校は、無名大学行くぐらいなら就職しろって言われても、就職する高校とは別の。 中堅進学校に通っているっていうプライドは高いのだから4年生次第に行きたいんだっていう気持ちは尊重してあげてほしい地方の中堅高校の現実というものをですねちょっと都会の方に知ってほしいと思ってこの動画を作りました。